松潤さん、よかったですね。返信ありがとうございます。声がね、よく聞こえます。この感じでいきましょう。ピンマイクとか別にいらないんですよね。スマホがあったら全部 OK です。私はね、スマホの撮影だけで1億円稼いでますんで大丈夫です。全然何もいらないです。しかも当時の 3GS の iPhone で私1億円ですからね。途中でまあ 4S にしましたけども。で、一歩踏み出したっていうのは非常に大きなことなんですよ。実はね、千里の道も一歩からって言いますけども、本当に足元の一歩を繰り返していくことによってとんでもない遠くに行くわけですよね。それしかないわけなんですよ。だからきっかけがあったらやろうかなってみんな思うんですけども、きっかけって自分が一歩をね、自分から出すことなんですよね。もちろん誰かに言われてとかね、誰かから触発されてっても非常に大きなきっかけなんですけども、今回は小さな一歩ですけども大きく前に踏み出したわけですから、この調子でね、しっかりとした声で、なんか太か声ば出さんねんですかね。いいですね、武田鉄矢さんみたいで。そうだな、武田鉄矢さんの曲とかの聞いてみたいですね、久しぶりにね、はい。でね、 YouTube で Yahoo 知恵袋の Q&A を一人でやるっていうのは、これね、グッドアイデアです。これね、コンテンツが量産できる典型的なパターンなんですよ。 Yahoo 知恵袋に行って質問回答っていうのがありますよね。あれを今日は何々さん、こんな質問が来ましたんで私なりに答えてみたいと思いますって感じで回答バーッと言って5分くらいで終わるみたいなね。それだったらずっとできると思うんですよ。それから Yahoo 知恵袋の Q&A のクエスチョンに対してアンサーも、そちらのね、書いてある掲示板に書いてあるものじゃなくて自分なりの答えをやっていくといいですね。要するに Yahoo 知恵袋のクエスチョンだけを見て自分なりに回答していく。これがね、一人 Q&A なんですよ。本当は視聴者さんや読者さんからクエスチョンがあってそれに答えるっていうのが一番いいんですよ。でも最初は視聴者さんからクエスチョンがいただけないんで、こういう質問に対してはこう答えますみたいなね、一人 Q&A っていうのをずっとやっていくといいと思います。それでいきましょう。今はね、ブログよりも YouTube なんで YouTube やっていきましょう。で、次なんですけども、ウェブセッションに関しましては、ヤマハのなんとかっていう機材がいるんですよ。それでやるとリアルタイムでできますんで、私もね、三味線でやった時はそれを使いました。でもね、今回ね、こんなのいかがかなと思います。いろいろと必要機材とかめんどくさいんで、こういうふうにやるんですよ。例えばね、松潤さんと A さん B さんって3人でやるとしますよね。 A さんがまず最初の、例えばそうですね、ギターをバーッと入れるわけですよ。で、その YouTube を録画したやつを B さんが YouTube を流しながら自分も YouTube で撮影して、今度はね、ピアノを重ねてピアノとギターみたいにする。で、最後に松潤さんがその、なんかトラックダウンじゃないですけどね、2つの音源を流しながら松潤さんは歌うみたいな感じで、こういう風にね、時間差をつけてタイムラグで何の機材も使わずに YouTube だけで一つの曲を完成させるってことができます。これはね、昔私がね、ある広島のシンガーソングライターさんとセッションした時にこの方法をやったんですよ。向こうからギターで、音源が送られてきて、音源っていうかね、ギターで演奏しているものが送られてきて私が歌うみたいなね。で、その逆もあるみたいな。で、しまいには、ね、ツインボーカルやったりするというね。これはね、特別な機材もないんで、結構これも楽しくいけると思います。こういうふうな方向で考えることもできますよね。確かにね、ウェブセッションをリアルタイムですると遅延とかが起きるんで、ズームは向かないっていうふうに聞いてます。ですんで、なんか専用のソフトウェアを、なんかね、課金して、それからマイクを使ってみたいなことを三味線、民謡の時はやりました。でもちょっとね、私的に準備はめんどくさいなと思ったんで、それ以来もう、なんか、ずいぶん間が空いちゃったって感じですよね。ですからこれね、松潤さんは今選択肢が2つあるのかなと思います。そのヤマハのなんとかっていうのをやってメンバーを探すって感じで、そのヤマハの機材を中心に、演奏していく、リアルタイムで演奏していくってパターンですよね。で、そこにお客さん招くみたいな。で、もう一つは先ほどお話したように、もうお互い違う時間で撮影したやつを同時に流すみたいなね。例えばこう画面があって、こっちに松潤さん、こっちに A さんって感じで同時に、Q を出したら別々で演奏したものが、こうね、なんかこうセッションになるみたいな、いいんじゃないですかね、そういうのでも。はい。それから、あれですよね、40代から始めるピアノ弾き語りみたいなのは、なかなかいいんじゃないですか。で、肝心なのはね、じゃあ、ピアノの弾き語りをできるようになったら、じゃあ、それを使って何をするのかっていうところまで分かっていないと、なかなかね、価値提供にはならないんですよ。これをね、ビフォアアフターアフターって言うんですよ。ビフォアアフターアフター。例えば、ブログの記事でとってもアクセスが集まるものが書けましたとするじゃないですか。だから目的が達成されてビフォーアフターできたんですよ。でもブログを書くってことはその向こうに稼ぎたいってのがあるんで、じゃあアフィリエイトをそこにつけて稼ぎましょうっていうのがビフォーアフターアフターなんですよね。出来上がったその先の世界がないとやっぱり人は動機づけられないんですよ。で、こういうふうな言い方もあります。
メリットとベネフィットの違いです。メリットっていうのはなんか利点ですよね。ベネフィットっていうのは利点を使った利益なんですよ。だから人は利益がないと動かないんで、松潤さんは40代から始めるピアノ弾き語りができるようになったらどんな世界が広がってますよっていうふうなところをイメージさせるようにトークをしていかなくてはいけないんですよね。そのために40歳から始めてピアノができて、その結果婚活成功したとかね、お父さんお母さんに感謝が示せるようになった、最高の感動だったみたいな、なんかそういうストーリーを考えて、無料のこの動画っていうのをねたくさん作っていって、一部の人にフックさせるっていう方法を取っていくことになります。これね、もう一回言いますと、40代からピアノの弾き語りを始める人って何かの目的があるんですよ。一つの目的としてはピアノの弾き語りができるってことなんですけど、実はそれは手段なんですよね。その手段を使って、じゃあ40代からピアノの弾き語りができるようになったら何をしたいのかなっていうところまで、視聴者さんの心を捉えていかないとなかなか誘いに乗ってくれない、要するに商品が売れないってことになりますので、ここまで考えてみてください。そのためにね、モニターを使うのはグッドなんですよ。モニターね、モニターさんをまずやらせていただいて、で結果が出たらその結果どうだったっていう風なね、どんな世界があなたに広がりましたっていうのをインタビューして、それをセールストークに使うんですよね。よくありますよね、なんか情報商材でも、私はこれで家を買いましたとかね、高級車が乗れるようになりました、借金が返せましたみたいなね。だからビジネスやって稼げるんだったら何がしたいのかって、ここの世界をやっぱりね、実績、私がもたらした実績として PR していくことに使っていくって形です。はい、そうですね、こんなところですかね。はい、今回はこれで全部答えられたかな、と思いますんで、よろしいんじゃないですかね。はい、松潤さん、なんか前回と違ってかなりね生き生きと動画の方が返ってきましたんで、私すごく良かったと思います。こういう風な感じでね、続けていきましょう。それからね、やっぱりね、一般公開した方がいいと思いますけども、今回限定公開でしたね。はい、その辺につきましては松潤さんのペースでやったらいいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、私が思うのは、松潤さんは YouTube を使って、音楽をね、世界にマーケットに出していきたいっていうところはありますけども、まさにこれがビフォーアフターアフター。松潤さんはその音楽の力で稼げるようになったら言うことないんじゃないですか。そしてそれはね、できますからね、できますからね。松潤さんの音楽で、その音楽で収益を取って、松潤さんがそれで暮らすことっていうのはできます。それでは本日は以上です。